はいどうもこんにちは、ジェット大介です。ここにゴドックスのフラッシュがありますけどもね、最近ね、ゴドックスの製品いろいろと紹介してるなと思った方もいらっしゃるでしょうけどもね、発端はこれなんですね。えー、KPI さんからお借りしました。ゴドックスのフラッシュなんですが、これね、何用だと思いますか 実はスマホ用なんですねここにねスマホカメラのアプリが立ち上がっておりますけどもこれゴドックスのスマホカメラのアプリでございますこれと連動するんですねじゃあ撮影してみましょう行きますよ光ったでしょ光ったでしょこれ無線で光るんですよでスマホ用のホルダーもありましてキュッとスマホにくっつけますよねここにね三脚の穴も開いてるという便利なものなんですがこれなんだと思いますか磁石です 磁石があります。ひっつくんですね。これ無線なんでね、パシャッと外して、えー、こうやって撮ることもできると。なんと、モデリングランプ搭載です。で、こちらにフラッシュがありますけどもね、スイッチオンしました。実は発光トリガーにもなるということでね、じゃあ撮影してみましょう。いきますよ。 ーって言ったの分かりましたスマホから無線で発光する。しかも発光トリガーになって他のストロボもね、発光させることができるというね、ワイヤレス多頭ができてしまうというね、ゴドックスの A1 というね、スマホ用のフラッシュでした。あるとき、ないとき、あるとき、ないとき、あるとき、ないとき、あるとき、 ない時。